見てこの最高のロケーションだぜ。ピザスリーム。いやふー。ガガガガ。空気ガガガガするやついねえから。やべえ。あ、いや、聞きなかった。危ない危ない。ピザスリーム最中は危険だよ。膝空気吸ってる最中は危険だね。危険危険。ピザスリーム。すりがいがある、うん、すりがいがあるな、空気すりがいがあるな、ここすりがいがあるよ、これやべえわ、お前乗ってきたよ、ほら、スクランブルハバめっちゃやさん見てきてる、めっちゃフラついてる。あー海だー、いやーお腹いっぱいになったね。お腹いっぱいで機嫌もいいよ。海鮮丼うまかったね。うまかった。いや気持ちいいね。気持ちいいね、うん、わー暗くて前が見えない。いやこういう時はあらかじめね片目をつむっとくもんなんだよ。目見開いてた。片目だけつむっといて暗さに鳴らすんだよ。しかも海とか見てたから。なるほどね、海反射して眩しいもんな。そうそう。めっちゃ目が明るさの体勢になってるとこに暗闇でしょ。それは見えないよな。やばいわ、うん、すごいね、なんかマリオカートでこういうとこあったよね。バスがいる。バスがいる。押せ。あ、バスの目が、こいつ暗くて前が見えないんじゃないの。すげえよ。結構スレスレだからゆっくり行かないといけないんだよ。いやこいつさ、目が見えないんだよ、これ。でもさ、結構これ左にあいつ寄ると頭はするよな。頭、頭かくばってるから。かくばってるからさ。本当だよ。本当だよね。四角いからさ、丸いこういうトンネルきついよな。うん、確かにトンネル丸って危ないね、うん、これバスかわいそうじゃんね。ねえ、どうしてもセンター割らないといけないよな、今みたいに。まあゆっくり行けば事故はないから。まあね、あれ、あ、抜かしていいよだって。ねえ、マジマジ、いや違うな、違うな、曲がるところだな。これ曲がんの？曲がんだ。すげえなー。うわー、めっちゃプロやん。すげえな。プロってんな。これ曲がるか。やべ、すげえ。すげえ。やべ、あん中入るのか。超プロってる運転。すげえ。やべえわ。あれ一発で行くのか。すげえな。すげえ。あのさマジやべえわ。やべえ、使いこなしてる。うん、何が言っていいよね。曲がるようだった。でもあのカー曲がる場所はないよね。ね。バスが曲がる場所じゃないよね。超あれ地元走りじゃねえかよ。地元走りじゃねえ。シネマンナンバーだったけどさ。ね。やべえな。すごい。シハバ感覚すごいね。いやプロってるわ。うん。お、バイク止まってるね。Z かな。マジで。うん。お、カンボシー、あと30キロ。カンボシー、30キロ。ウェーイ。400メートルぐらい先左折。オッケー。あー、そうそう、ここのね、ごちゃごちゃして分かりづらいとこね。そう。左ね、左。左ね。オッケー。そう、ここね、海沿いからいきなりこういう民家に入っちゃうからさ。そうなんだよね。そう、ちょっとね、分かりづらいんで一瞬。あれ、今のとこ？
いや違う違う、大丈夫大丈夫。いいよね。うん、いや、やたらライデが減速してたなと思って。それ内緒内緒。内緒だよ。もう突っかえちゃったよ。突っかえた、そろそろ。うん、突っかえた。内緒内緒。80メートル先。はい。これ確か曲がった先に信号機あったよな。うん、なんかあった。ここ？これだ、ホタ。ここ左？これ左。オッケー。うん。そう、ここね、分かりづらいとこね。そこだよ。別にこれ何回もこれ何左左左行ったくて、うん、まあね、なんか左っぽくないもんね。そうなんだよ。なんかこの道の流れ的にさ、そう、あっちの方行っちゃうよね。そう、うん、でも立山行っちゃうんだもんね、右行っちゃうとさ。そうそう、全然違うとこ行っちゃう、うん、でもそうだよ、外房から内房に行くわけだから、そうこう突っ切らなきゃいけないんだもんね、うん、あ、待って、これまっすぐ、これまっすぐ34 鴨川、ほら、ああ、うん、今すぐ今陸接ごめんごめん、これ左行ったらマジでホタ駅行くから。でもそれと私の精神を返した。怠惰ですね。本当にもっと勤勉に道案内をしてくれなきゃ困りますですね。そう、まっすぐです。はい、で、あのバス台の方にも行けばいいわけね、要は。そうそう、あそこ。ああ。全然違うわ。これ確かに左じゃねえよな。戻っちまう。どう考えても左じゃねえよ、これ。戻っちまうわ。うん、こっちだよ。よっしゃ。本当や、戻っちまうよ。本当だわ。ローカルな踏切だね。そうだね。はい、みんなで一緒止まろうね。下がって、右左。右左、あ、左から先行っちゃった。どっちがどっちだか分かんないみたいな。タイヤ痕がすごいんだけど、これやばいね、これ突っ込んだじゃない、あそこに。ね、大丈夫、私遅すぎない、大丈夫。え、これ遅すぎないか、遅い。大丈夫、これ絶対捕まんない、高速道。遅い。こっから気持ちいいんだよね。ね、今見たゾンビがいたよ。あ、ごめん、見なかった。道の方見てた。あ、ここ気持ちいい。気持ちいいね。うん、これもうなんかメーター回しても絶対捕まんない速度だな、これ。ただいまもうこれもうかなりの有料ライダーだな。有料ライダーすぎるわ。だから、うん、こういうねライダーみたいなやつを前走らせると遅いからね。あの景色ばっかり見てさ、目がロンパになってくる。いやでもね、ここのね道のこの感じはいいよな。いいよね、うん、いいよね。早く行っちゃうのもったいないじゃん。うん、だってそのまま早く終わっちゃうんだよ。そうだよ、バイクとの楽しい時間が早く終わっちゃうんだよ。そうだよ、だったらゆっくり走った方がいいじゃない。バイクに長く乗れるからね。そうだよ。いや、いいね、景色も見れて。あら、お、なんかいる、ほら、あの家住んでんの。あ、そう、かわいくね、お家。お家いいね。いいね。いや、でもなんか生活しづらそうだよね。あ、ね、地元だと難しいかもね。ね、買い物大変じゃん。大変、あのパルシステムだよ。あ、送ってもらうのか。そう、おパル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 システム。なるほどね。うるせえな。パルシステム。そう、景色楽しませてよ。見て、広すぎ、見て、広すぎ、空気すごい吸ってる。めっちゃすり下ろしてるよ。あ、やべえ、もう膝のズボンなくなっちゃいそうね。後ろ車詰まってない、大丈夫。うん、なんかや、なんか焼いてる。なんか焼いてるね。うん、煙たいね。焼き畑農業。煙たいです。焼き畑農業。わかった。わかった。わかった。うん。でも都内の方で火なんか焚いたらあれ怒られるからね。うん。届けて出さないと。ね。うん、やっちゃいけないから。ここら辺はいいけどね。うん、ここら辺だけだよね。そうだよ。ウィーウィー、すげえ遅
やばい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 後ろ詰まってないから心配になってくるわ本当に。後ろ大丈夫、誰もいないから大丈夫大丈夫、うん、誰もいないよ。マイロード、マイロード今、うん、マイロードやりたい方だな、うん、貸し切りだよ貸し切りだよ、うん、やるやるやい、誰もいない。お互いすげえ楽だ今。やい、したかった。お互いがすげえ楽だった。めっちゃ楽やってた。いや、いいのかなと思ってさ。やばいわ、お互いすげえ楽やってた。あれ、じゃあ地元の人なんかもね。なんかそんな感じがして、できなかったんです。いや、俺、うち、ここ別に地元だけど、みたいな。そんな感じだから。うん、お前やらすんの、うん、みたいな。いや俺これから通勤なんだけどみたいな。そんな感じだったから、うん、なんか申し訳ないじゃなと思って、うん、分かる。でも俺結構ずっとだいぶ前なんだけど、うん、俺通勤の時にバイクで走ってて、うん、あのなんか団体でやえしてくる人がいたのよ。あ、そうなの、うん、これからなんかどっか行くんだろうなって。でもちょっと嬉しいよね。そう、団体だからテンション高いんだろうね、みんな。そうだね、うん、あれ、ここでテンション高いの。いや、高いよ。高いでしょ。そう、でも、別に野営するような場所でもなかったのよ。はんはん、うん、ああ、298国道。ああ、そうだね、別に野営の場所はないね、うん、そう。めっちゃ地元やんね。そう、あそこでめっちゃ野営されてる。って感じ、うん。あれ、あ、寄ってくれるの？よかったのに、遅くて言うから、ありがとう。いや、別にいいんだ、私もあんまり変わんないから、速度。かえって、あの軽トラックよりも遅いかもしれん。申し訳ねえわ。鴨川20キロ。ウェイ。ウェイ。平田クワガタ、コクワガタ、オオクワガタ。ミヤマクワガタは1年で死んじゃう。1年か。そうだよ、ミヤマクワガタ、うん、だから平田コクワガタ、オオクワじゃないと、うん、俺昔平田クワガタ飼ってたよ。あいつは冬眠っすから、うん、あれゼリーあげようとしたらさ、うん、あのなんかすぐ噛もうとしてくるんだよ。挟もうとしてくるんだよ。あいつは置かれてるってひっくり返るじゃん。そうそうそう、ひっくり返ってまで挟もうとしてくるからね。そう、そう、ひっくり返ったら素晴らしいですから、うん、人がゼリーあげようとしてんのにさ。そうそう、気性荒いからさ。そうなんだよ。くっさ。やべえやべえ、突然出てきてる。田舎ってこれがあるから。田舎ね、これがあるからな。目が覚めるわ。どっかに家畜があるんだろうな。そう、うん、牛とかさ。牛とかね、豚とか。そうそう、うん、くせえ。やべえ、くせえ。これ動画じゃこれ伝わんないんだよね。そう、視聴者さんに伝わんないんだよこれ。この匂いだけは。伝わったらこの状態変わるじゃん。本当だよ。再生止められるよ。止められる、止められる。うん。閲覧禁止になる。もう腐っとる。やべえよ。いや最高だね。そう、もうテンション上がりまくりだよ、うん、気持ちいいわ。あって、これが20キロ続くんだよ。そうだよ、天国かよみたいな。うん、もういい感じの緩やかなカーブが続いていいね。いいね、うん、お、鴨川市。鴨川市入りまーす、イエーイ。鴨川へようこそ。鴨川へどうも、イエーイ。いいね、いいね。おー、なんかカーブきついな、ほんま。いや、ゆるゆるい。いいよ、ひとりごと、ひとりごと。ひらがなくていいが、ひとりごと。お、後ろになんかいる。
え、後ろにライムグリーンのバイクがいる。どこ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 、うん、後ろに。そう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 、うん、見えない見えない見えない、後ろにいる。マジで、あ、ほら、あ、なんか、あ、いや、譲る譲る譲る、6ある、譲る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 、遅いから。はい、はい、どうもどうも。あ、いや、点あるかな。あんなのもう怖えわマジで。自分を縮めながら走んなきゃいけない。え、寿命が縮めって。はい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 、そう、俺ら有料ライダーだもんな。そうそうそう、有料クラブハウス元ブログはあの有料ライダーだよ。そうなんです。うん、このカーブ気持ちいいな。きついよ、このカーブ。思いっきり出さないと曲がれないよ。あ、赤。てか、あのバイクもういないんだけど。あいついない。あれ、あいついない。あいついない。あ、なんだか落っことんじゃない。あれ、大丈夫か。独断でワープ。大丈夫か。あいつワープしたんだ、多分。ショートカット、なんかマリオカートでさ、ショートカットあったよね。あれ、クロスある、他にカードある、あれだよ。あれ、あれ使ったんだよ。そう、なんか岩山みたいなとこ入ったら洞窟の中入れるんだよね。そうそうそう、でスリーショットカットできる。そうそう、あの海のステージだよね。そこまで覚えてねえよ。マジあれ並みにやべえ。うん、いなくなった。え、右だよな、多分行ったのあいつ。え、右もいないんだけど。うん、人もいないだろうよ、うん、こんだけ人も知ってたからな。右もまっすぐもいないんだけど。やべ、トラックの風圧今やばかった。なんか秘密の道路があるんだよ。ああ、やべえ。ああ、やばいね。教えてほしいね。え、さっきの幻かな。幻のバイク。お、あれサーファーじゃね。ねえ、しかも白髪のおじいさんだよ。本当だ、すごいな。やべえ、かっけえわ。いや、超かっけえ。超かっけえ。やべえ、超かっけえ。あ、これだ、シーワールド。曲がるよ、うん、曲がる。で、入って右ね。あ、ね、あそこでしょ、あの場所でしょ、駐輪場のとこでしょ。そうそう、覚えてるよ。 OK。 あそこ、うん、あそこ。結構バイクいるよ。お、本当だ。え、嘘、今日多いな。どうする？はい、フル。どうしよっか。ミクエンジン切るよ。あ、あ、チッチだから。かわいそうじゃん。なんであいつも知ってんの？うぜえ、うぜえ。くせうぜえ。なんで、なんで。なんでもうだってバッチリじゃもったいないでしょ。おせ、なめんな、めっちゃ早いんだから、押すの。もう来たよ。待って、動かすから、ちょっと待ってよ。ちょっと待って、あ、開けどする、開けどする。え、あ、開けどする。ちょっと待って、うん、動くから。今そっち行こうと思ってます。マジか。いや、いいいい、うん、俺そんな腕力なめんの、坂道ぐらい押せんぞ、普通に。やってみろ。今やった、見てた。見てやがった。マジ声が今ぐらい。ここ結構坂道だからね。そうだね、うん、傾斜ついてるもんね、ちょっと。大丈夫か。大きいため息出ましたけど。これ約300キロなんだ、ごめん。多いんだよ。あ、待って、もう下がろうかな。よし。よし。ワンツー。ワンツー。こっちだ。はい。まあ台風の後だったからちょっと波がいい感じに強いもんな。
鴨川シーワールドサブレ。